その人のこと少しだけ聞いてもいいですか？いい花束作るために。清一おじさんは男なのになんで花屋さんになったの？なんでだと思う？花が恋人ですよ。花が好きって気持ちって表立ってやり取りされないもんでしょ。じゃあその気持ちは誰が知るの？伝えないんですか？伝えない。なんで？叶わないから。彼女のためっていうより自分のためなんです。好きです。え、そのことは旦那さん的に。え、清一郎さんは清さんのことが好きなの？別に好きじゃないよ。じゃあ畳んか。この店畳もうと思ってるんです。え、ふっと亡くなったら悲しむ人絶対いると思う。好きでした。好きなんだよね。好きです。